早速ですね、オープニングメールとしてこちらのメールをご紹介したいと思いますよ。それ読んじゃうか。これもういきなり言っちゃいますからね。はい、はい、ガルパラネーム不思議の国のテルミンさんからですね、ありがとうございます。すごい国、うん。関さん、平川さん、こんばんは。はい、こんばんは。1回目2回目の放送が面白すぎてまた聞きたいなと、2度あることは3度あると信じてこの日を待っていました。はい、よ、私はこの番組が大好きです。ありがとうございます。ありがとう。特にギリギリ発言で暴走する関さんが、はい、今日も関さんは大暴走するのでしょうか、はい、期待しています。わかりました。そして平川さん、はい、うん、そんな関さんに負けないで平川さんらしく優しくて穏やかな声を聞かせてくださいね。はい、でも時々でいいから平川さんも大暴走してほしいなということ。わかりました。今日は平川くんがじゃあ、僕がいろいろな部位の名称を保証言ってきますか。どんどん。本当ですか。全然いいんですよ。この番組進行する人誰もいなくなりますよ。大丈夫ですか。大丈夫です。まあちょっと今日は、はい、スタイリッシュな感じの。そうですね。はい。下は下でもね。はい、まあ下なんですけれども。結局下なんですよ。そうです。まあ上も下もあっての人間ですから、やっぱり。控えめにしてくださいね。愛です。全ては。確かにそうです。全ては愛から。全ては愛。決まってることですからね。はい。